岩橋第9位打ったこれは強烈いった一直線入った入ったホームラン先制ツーランホームランスタンドへ突き2024年中日ドラゴンズは圧倒的弱小球団になり下がっていた55勝87敗5位と15ゲーム差をつけられての再開このチーム状況となってしまった要因は貧弱打線にあった全てにおいてぶっちぎりの再開となり投手陣の足を引っ張ってしまっていた打てる選手がいない特に長打うちには20本打てる選手がいない公募焼いていた立浪監督は来季のドラフトにて目をつけていた選手がいた慶応義塾岩橋雄一全日本選手権大会で優勝した慶応義塾大学の主砲東京六大学リーグでは通算2割2分だが72試合で20本塁打を放つなど規格外のパワーを持ち合わせている選手だ評論家からの評価では打撃の確実性に難があるためドラフト開始名が濃厚とされていたが彼はこのチームに変革をもたらす起爆剤になると立浪監督は岩橋を高評価していたそして迎えたドラフト当日中日ドラゴンズは2位指名で獲得確実性には欠けるものの長打力はプロの中でも確実にトップレベルこの男はプロで何本のホームランを打つのだろうか1年目岩橋には使いたいと思わせるロマンが詰まっているこの言葉が監督の口から出たのは開幕から12連敗を脱出させる岩橋の初本塁打を放った時だったオープン戦で打率1割ながらも3本塁打を放っていた岩橋は開幕からベンチ入りとなる初出場は開幕戦7回からの代打思い切りのいいスイングで三振という結果となった初スタメンは開幕3連敗を避けたい試合7番レフトで出場を果たすしかし3三振と結果は振るわず開幕から早々に2軍へと落とされてしまうそこから2軍では4試合で3安打ながらヒット3本全てがホームランの離れ技を披露1軍が根こそぎ不調な打線の起爆剤として最短10日間での1軍復帰を果たしたその1軍復帰戦での代打で放ったのがプロ初安打初本塁打だったのだ バンテリンドームのバックスクリーン奥深くまで持っていくのはこのチームでは細川と岩橋ぐらいだろうか。チームはこのホームランで打点を守りきり勝利を収めた。この劇的な本塁打に立浪監督は心を奪われ、今シーズン岩橋が2軍に行くことはなく134試合に出場。打率が1割台と低迷しつつ、ヒットの半分が本塁打などロマンの塊としてこれ以上ない成績を残したのであった。チーム全体では今季も打撃陣が崩壊。本塁打は71本しか出ておらず、打点は両リーグぶっちぎり最下位の324打点。一方で投手陣は両リーグ唯一の防御率2点台と躍動したが、打線をカバーすることはできなかった。53勝84敗の31個の借金で最下位となる。なお、4年連続最下位の責任を負い立浪監督は辞任。今年引退となった大島洋平が監督に就任した。2年目。今年は打率もついてこなければスタメンでは使えない。大島監督から打率も求められた岩橋だったが、彼が打率を残せるはずもなくオープン戦から0割台で2軍に落とされた。その間に現役ドラフトで入団してきた菊田の覚醒によってレギュラー選手から控え選手となり、前半戦は打率0割台4本塁打と散々な結果に終わった。しかしながら、後半戦が始まって早々にバンテリンドームにて看板直撃弾を放つと、この球場で流れを変える一発を打てるのは彼しかいない、と大島監督が発言。ここから岩橋の愛人スタメン起用が再開され、岩橋も打率2割前後でホームランを量産。38安打17本塁打40打点でシーズンを終えた。岡林の打率3割復帰、菊田が規定未満ながら打率3割2桁本塁打、細川も復活など来季への期待要素がありながら5位。大島政権1年目を輝かしい年にはできなかった。3年目、オフに FA で森友哉と周東を獲得するなど打線の強化を試みた大島ドラゴンズ。センターラインの固定、クリーンナップの固定などポジティブ要素が多い野手陣の中で岩橋は主に6番打者として129試合に出場。大島監督からは、彼は6、7番において一発だけ狙えば OK。ヒットが欲しい場面は変えればいいだけだから。と昨年とは180度変わって打率は全く気にしていないようだ。監督の期待通り、打率は昨年と変わらないが27本塁打と細川に続いてチーム2位の本塁打数を誇った。チームは最終的に4位。A クラスとはいかなかったが、それでもここ近年のチーム状況とは全く異なるものとなる。4年目。今季は開幕6番レフトで迎えた岩橋は昨年同様の活躍。自己最多の140試合の出場で52安打28本塁打の活躍。
守備面でも成長を見せているため、監督も心置きなくロマン砲を設置できてご満悦のようだ。プロ野球ファンの間では岩橋のバット投げのかっこよさが注目され、球団もバット投げ T シャツを作成するなどチームの顔として徐々に認知され始めているようだ。若手の台頭などチーム内での競争がいい方向で活性化されており、チームは2位、与田寛治代以来の A クラスとなる。5年目、今季は開幕2週間こそ令和リーチ本塁打独占していた岩橋だったが、交流戦から徐々に調子を上げていき、前半戦で29安打20本塁打をマーク。一時は本塁打ランキングのトップに立っており、2017年ゲレイロ以来の本塁打王も見えてきていたのだが、最終的に34本塁打でフィニッシュ。5月に通算100本塁打を達成。通算210安打で通算100本塁打、打率1割台ながら OPS7 割超えと奇妙な成績を記録した。クライマックスシリーズでも1本塁打を放つ活躍をしたが、第3戦にて守備で手首の骨を折ってしまう。復帰自体は遅くないが、この怪我が来季へ大きく響いていったのかもしれない。6年目。今季の岩橋は例年以上に春先の調子が上がらず、4月までの試合を全てスタメンで出場して2安打2本塁打。打率0割2分で規定に乗っている選手では異次元の打率を残した。まあ、徐々に打ち始めるだろう。と監督は楽観視しており、調子を上げる荒治療として1番で使い続けた。監督としては OPS7 台で守れるロマン砲として計算していたのもあり、欠けてはならない選手であったのだろう。しかし、荒治療も効果はなく、前半戦でほぼスタメンで出場して17安打12本塁打しか打てず、打率も依然0割台をキープ。優勝争いをしているチームにとって岩橋を使い続けれないため、スタメンから外れる機会も増え、主に代打守備固めでの起用となる。9月以降は優勝争いに不要だったのか2軍に降格。プレイオフ等も上に上がれずシーズンを終えた。最終的に21安打15本塁打、400打席立って OPS3 割3分4厘と絶望的な成績を残す。この選手を400打席も起用し続けていた大島監督の気が知れない。チームも 1.0 ゲーム差で2位。岩橋を起用しなければ確実に優勝できたシーズンだったであろう。年俸は5000万ダウンの8000万で公開。来季以降復活できるか。7年目。今までシーズンオフ中一度も素振りをしてこなかった岩橋だったが、昨年の成績を考慮してか毎日素振り2000回を行っていた。初めてですよ、ここまで自分がバットを振っているなんて。それだけチームに迷惑をかけたし、このままで終わりたくないという気持ちが強かった。春季キャンプではコーチの提案でバスター打法で1年間戦い抜くことを決断。コーチ曰く岩橋は目付けが下手くそすぎるとのこと。1年間強制的に目で見ることをテーマに結果を残してほしいとのこと。オープン戦で打率2割5分をマークし、昨年とは違うところを見せつけて開幕1軍を奪取。その後は代打守備固めで半月を過ごしていた。とにかく結果を残すこと。昨年の悔しさをバネに積極的なプレーを見せる岩橋。攻守にわたってその積極性がいい方向で出ているようだ。4月中旬以降はライトの定位置をしっかりつかむと、それ以降は徐々に持ち味の本塁打も出始め、打率1割8分3厘ながら33本塁打と長打力が復活。目付けを意識した結果、三振は自己ワーストの147三振だったものの、出塁率は過去最高の数値を残し成長が伺えた。チームは3位。年俸は2000万アップの1億で公開した。8年目。今季はフォームをバスターから戻してシーズンを迎える。昨年のバスター打法が功を成したのか、打率が一気に上昇。前半戦から2割5分以上をキープする活躍を見せる。打率が上がれば必然的に本塁打も増え、一時はセリーグトップの本塁打数になっていた。後半戦は少し調子を落としてしまい、本塁打王を逃してしまったが、打率2割3分5厘41本塁打93打点とキャリア最高の成績を残してチームを優勝まで導いた。ベスト9を初受賞。岩橋にとって初のタイトル受賞となる。シーズンオフ後、岩橋は FA 権行使を宣言。4球団から声がかかっていたが、日ハムと4年14億で契約を結ぶ。日ハムは今シーズン B クラス、チーム本塁打数が12球団最下位と苦しんでいたため、岩橋の獲得に乗り出していた。僕は日ハムを優勝させるために来た。強い日ハムの象徴として君臨したい。9年目、日ハムから移籍1年目の今季は主に2番ライトとして全試合に出場。
今季はパリーグの投手に合わせるため見ていきますと発言していた通り、146三振ながら自己最多の70四球と身長打法で1シーズンを過ごした。甘い球は見逃さない身長打法が良かったのか、キャリアハイ更新となる打率2割6分9厘46本塁打98打点、OPS は初の9割台を超えた。初めてとなる本塁打王と獲得し、ブクとベスト9を受賞。FA1 年目からチームの軸となり、昨年から順位を上げるのに大きく貢献した。10年目。今季は開幕こそ調子が良かったものの、日ハム打線が沈黙すると同時に成績が悪化。昨年好成績を残した外国人や若手が結果を残せなかったため、岩橋清宮への負担が大きくなってしまった。他球団も岩橋を徹底的に研究しており、今シーズンは打率が2割2分5厘と苦しむシーズンとなった。しかし、苦しみながら主軸としてしっかりランナーを返すバッティングをして初の打点王に輝く。FA2 年目、成績は落としたもののチームの打線を引っ張る活躍を見せた。チームは4位に低迷。今季在籍した外国人野手は全員戦力外となり、新チームとして歩もうとしているチームのキャプテンに就任。キャラ的にこういうのは合っていないけど、自分なりに頑張ります。11年目。今季は4番ライトとして142試合に出場。昨年から復調し安定した打撃で長打不足のチームの得点源として活躍。4月初旬に通算300本塁打となる第6号本塁打を放った。最終的に2割6分7厘36本塁打109打点をマークし本塁打王と打点王の2冠を獲得。2年ぶりの MVP、4年連続のベスト9を受賞した。チームは昨年同様4位。一発重視の打線から一転してヒットで重ねて岩橋清宮で返す打線に生まれ変わる。チーム本塁打は130本塁打から102本塁打と12球団最小タイまで減少し、単打が12球団最多の1004本となっている。チームとしては守り勝つ野球を重視し、チーム OPS は最下位だがチーム防御率は12球団1位。今チームは変わりつつある。その中で自分は打撃面で大きく貢献して優勝へと近づけていきたい。契約更改では、変わりつつあるチームの中で4番として来季もバットで貢献することを誓った。12年目。清宮が衰えでスタメンから外れることが多くなり、スタメンでは岩橋が最年長となる試合が多くなった。そのため、今季はライトだけでなく指名打者としてもスタメンに名を重ねるようになった。34歳のベテランに差し掛かる年齢だが、打撃面では全く衰えを見せておらずむしろ全盛期の活躍をする。岩橋の前には長打はないが高い出塁率を誇る選手たちが出場していたこともあり昨年行おうとしていた得点圏にランナーを貯めて主砲が打つ、という打線が完成した。この打線のおかげで岩橋の打点が伸びていき133打点をマーク。49本塁打を放つなど過去最高の成績を収めて2年連続の本塁打、打点のタイトルを獲得。そしてチームは、なおもチャンスが続いています。第2球打った、これが強烈、いった、サヨナラアーチ、伸びる、まだ伸びる、入った入った、サヨナラ、第44号逆転サヨナラ満塁ホームラン、岩橋今日これが2本目のホームラン、チェンジアップを完璧に捉えました。岩橋の劇的なサヨナラ逆転満塁ホームランで優勝。日ハム入団時に言っていた、チームを優勝させる、強い日ハムの象徴になる、この言葉通り、今年の日ハムの象徴的なシーンとなった。フィールドで最高の瞬間を迎えました。北の誇り、ファイターズが頂点に立った瞬間です。大歓声が起こるエスコンフィールド。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日、ついにリーグ優勝にたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事ペナントレースを制したファイターズ。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。この優勝は大谷翔平が率いた2016年以来20年ぶりの優勝となる。プレイオフでも日本一になり最高な形でシーズンを終えた。岩橋はMVP、ベスト9も受賞。最高の4年契約を全うした。このチームでやるべきことをやれた4年間だった。チームとしては20年ぶりの優勝、日本一の立役者である岩橋に2年8億8000万の契約を提示。岩橋もこれに承諾。来年も優勝を目指して頑張りたい。13年目。シーズンオフにメジャーリーガー村上宗隆が10年ぶりに日本球界に復帰。2年16億で日ハムが獲得し2連覇へ向けて万全の状態でシーズンを開幕した。昨年清宮が引退し打撃コーチとなったため村上清宮というクリーンナップの夢は叶わなかった。2連覇への期待がかかった中13年目のシーズンが開幕した岩橋。4番レフトとして2年連続全試合出場を記録。今年は爆発して打つ期間があったわけではないが毎月安定して本塁打を量産。唯一取った6月の月間ブプも7本塁打と他が調子を落とした中での受賞となった。4月には1000本安打、6月には通算400本塁打を達成。通算400本となると歴代でも名のある方しかいない。
そんな記録を達成できたことは光栄だなと感じています。最終的にシーズンを通して打率2割5分2厘43本塁打108打点。昨年よりも数字は悪くなったが本塁打王を獲得するなど主砲としては十分の活躍をした。チームは2位。西武がチーム本塁打数193本の超攻撃型打線で他を圧倒し優勝。残念ながら2連覇とはならなかった。14年目。今季は打撃が好調。春先から順調に打ちまくり打率2割9分と過去最高の打率をキープ。10月には10本塁打の活躍で逆転の本塁打王に輝く。その一方で、長年の疲れもあってかプロに入って初めて2軍降格レベルの怪我をシーズン中にしてしまった。チームは3位。契約更改では2年総額11億の大型契約を行った。15年目。今季は昨年怪我した左ふくらはぎの肉離れを再発させ4月上旬から交流戦序盤を欠場。その後はふくらはぎの様子を見ながらの出場となり、ベンチスタートが多くなった。打撃面でも怪我の影響が大きく、うまく踏ん張れず22本塁打と昨年の半分以下の本塁打数となる。チームも関根、中津川、石村、福井と若手の大砲が順調に成長しており、野手陣の世代交代とともに岩橋もクリーンナップから外される日々が続いた。それでも今年は得点圏打率3割を記録し、ベテランとしてチームを支え続けた。16年目。今季は主に5番の打順に定着。レフトを守りつつ指名打者での起用も増えていった。若手の大砲たちが調子を落としている中で岩橋は副長、迷える若手たちを村上と二人で引っ張っていった。5月には通算500本塁打を達成。自分のこの記録は起用してくれた方々のおかげ、歴代のお世話になった方々への恩返しとしてこの記録を残せたことは最高の結果かなと思います。最終的にチーム最多となる31本塁打を記録。2年ぶりのベスト9にも選出された。チームは5シーズンぶりに B クラス。契約更改では限度額超えの2億6000万で更改。この2年間コスパの悪い選手になっていた。来季はこの年俸に見合う選手としてさらなる活躍をしていきたい。17年目。今シーズンは村上、外国人選手と指名打者を争う形となり出場試合は減少したものの、チームの大ベテランとして渋い活躍を見せる。今年は、高球必打、をテーマにボールを見ていく打撃にシフトチェンジ。長打率は数字を落としたが出塁率を上げ、昨年並みの OPS をキープ。ベテランとして新たな生き方を模索していく一方で、長打へのこだわりを捨てる葛藤もインタビューでは話していた。自分らしくない打撃だなって、160メートル近く飛ばしていた飛ばし屋時代の自分の打撃がこれでいいのかって、子供に夢を与えるホームランを最後まで貫きたい気持ちがある。チームは本拠地最終戦で優勝。岩橋以外20代がレギュラーに定着してフレッシュなメンツの中で打撃コーチから監督になった清宮、今年で引退を表明した村上とそして岩橋が熱く抱き合っているのが印象的だった。そして、日本シリーズが終了した1週間後、岩橋は引退を球団に申し出るのであった。今年のような打撃をして必死にしがみつく自分もいいが、やっぱり永遠のロマン砲でいたい。ホームランが打てなくなる前に終わるのが理想だなと思い引退を決断しました。中日、日ハムで優勝できたことと500本塁打打てたことは自分の誇り。いつかコーチ、監督としても優勝争いできるチームを作りたい。そのためにまずは勉強します。球団は今までの功績を考慮し、オープン戦での引退試合を用意。最終打席はまさかの見逃し三振。めちゃくちゃいい球でした。振ることができなかったいい球、ありがとうね。このように語り、彼はユニフォームを静かに脱いだのであった。こうして、永遠のロマン砲である岩橋のプロ野球人生に幕が閉じた。